皆さんこんにちは、一品館の清原です。それではね、次にこのエアボーの SA12OSE マスター、 PM12OSE マスターですね、どちらも税別45万円という、USB 入力付きの SACD プレイヤーと、DQ のアンプを持つプリミアムアンプ、こちらでですね、この2つのストリーマー、 Hi-Fi のネオストリーム、ボリューミアのリボですね、こちらを聞いていきたいというふうに思います。使っていくスピーカーは B&W の 702S3 ペア99万円の 3way のスピーカーあります。聴いていく楽曲はですね、先ほどと同じように A グループがインストですね、3曲 B グループがボーカル3曲 C グループがハイレゾ3曲ということで、 A グループはせせらぎの音、オリンピックファンファーレ、後藤みどりさんバイオリン、ロックバート・マクドナルドさんピアノのですね、エルガーの愛の挨拶で、次 B グループ、セリーヌ・ディオンさんのマイ・ハート・ウィル・ゴー・オン、ダブルのストレンジャー、3曲目はですね、玉置浩二さんの夏の終わりのハーモニーで、 C グループですね、ハイレゾ、1曲目はですね、渡辺さんのですね、ギターのマイ・フェイバレット・シングス、2曲目はダイアナ・クラールさんのラブ、3曲目は、カンタテドミノから星やなという曲ですね。1曲目がフラッグ PCM の9624、2曲目がフラッグ PCM の1924、3曲目が DSD の 5.6 メガというふうになります。では早速ね、まずこの Hi-Fi のネオストリームをこの SA12OSE マスターにつないで、A グループですね、インストから聞いていきたいと思います。まずね、A グループ聴いてみました。1曲目のせせらぎなんですけれども、UD701 スペシャルに比べると、ややね、音のエッジがマイルドですね。でも、滑らかさとか、あと水のね、ミネラル分が多くなったような、より有機的な感じが濃いですね。あと分かるのはやっぱり奥行きが深いということで、やっぱり UD701 スペシャルがモニター的なサウンドなのに対して、このマランツベースのですね、エアボー SA12OSE PM12OSE マスターはですね、よりこうちょっと大人チックな音楽的な鳴り方しますよね。だから同じ B&W の 702S3 を鳴らしてるんですけども、UD701 のペアがですね、モニターチックにこうパシッピシッってメリハリをつけて鳴らしたのに対して、この 12OSE マスターはですね、よりこう深みを持った柔らかくゆとりのある音で鳴らしてくれたかなというふうに思います。2曲目のオリンピックファンファーレもですね、切れ味とか鮮烈さっていうのは701スペシャルが良かったんですけど、この 12OSE はですね、もうよりホールが大きいですね、奥行きが特に出るので、やっぱり
ホールトーンというか、あのホールで聴いているライブの生の感じにより近いなっていう、モニターっていうよりはあのよりライブな感じに近いなっていうイメージですね。3曲目のエルガーの愛の挨拶ではあのバイオリンの音がかなり違いますね。やっぱりあのマランツベースのこうジュニオ・エスイ・マスターの方がバイオリンの音がこうより柔らかくて濃厚で滑らかという、音質的にはこうつけがたいんですけども、鳴り方の違いっていうのは明らかだったかなっていうふうに思います。では次はね、このストリーマーをですねボリューミーのリボに変えて同じ曲を聴いてみようと思います。ストリーマーをですねボリューミオのリボに変えてみました。まずせせらぎなんですけれども、やっぱりねこの、 あのクリアネスとかあの水の量とかっていうのはあまり変わらないか、もしかすると701スペシャルの方が多いような気はするんですけれども、あの有機的な感じね、滑らかな感じ、あと実際に目の前に川が流れている、そしてこれは初夏かなというあの季節感というのは非常にこのマランツベースのですねジュニオ・エース・イ・マスターの方が出たかなというふうに思います。この辺は本当にあの好みの分かれるとこかなと、コーツはつけがたいというふうに思いますね。そして2曲目のですねオリンピックファンファーレ、これも同じですね。鮮烈さっていうのはあの701スペシャルの方があるんですけども、ジュニオ・エース・イ・マスターの方が没入感というかね、実際にコンサート会場にいてあの聴いているっていうあの没入感はあのこうジュニオ・エース・イ・マスターの方が高いかなっていう感じがしますね。3曲目のエルガーの愛の挨拶、こうピアノのですねガーンっていうあの重厚感とかメリハリ、これは701スペシャルの方が良かったかなっていう感じがしますけど、やっぱりバイオリンの滑らかさとか温かさ、あとはあのこの弓をね返した時の音がキュッて変わるところのこう変化のねセクシーな感じっていうか艶やかな感じ、それから曲が終わっていった時のあの裏側でなんかこう人が歌ってるかのようなそういう部分のですねあのアンソン音の中の音楽性みたいな部分まで、このジュニオ・エース・イ・マスターは再生したかなというふうに思います。では再びストリーマーを、iFi ネオストリームに戻してですね、2曲目のボーカル、こちらをね聴いていこうというふうに思います。Thank you.
ました流行りのカフェで待ち合わせようなんて先に着いてたのもこんなこと初めてね iFi のねストリーマーを使って、12OSE マスターのセットを聞いてみましたけど、やっぱりボーカルはですね、この701スペシャルとですね違いが非常にありますね。701スペシャルの方がですね、よりオーディオ的っていうか、まあ癖のないさっぱりした音なのに対してですね、この12OSE マスターの音っていうのは非常にコクがあって、まあ、1曲目のマイハートウィルゴンセニーヌディオンさんのもなんか歌い方が全く違いますよね。本当にこう切なくて訴えるような歌い方として聞こえる、2曲目のですね、ストレンジャーもですね、これはやっぱり指打ちの音、それから伴奏とボーカルのタイミングがこうぴったり合ってきて、演奏としてよりコードに完成された感じというふうに印象が変わりました。3曲目のですね、夏の終わりのハーモニーもですね、これは本当に玉置浩二さんの歌が全然違いますね。やっぱり本当にこう切ないとか悲しいとかまだ終わりたくないのにっていう思いがきちっと伝わってきたんじゃないかなというふうに思います。では次はね、このボリューミオのリボ、こちらをストリーマーとして同じ曲を聴いていこうと思います。Every night in my dreams, I see you.
気がした。流行りのカフェで待ち合わせようなんて、先に着いてたのもこんなこと初めてね。ささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー。夢も忘れずに。ストリーマーをね、 iFi からボリューム4に変えてました。リボ、これはね、今回こうストリーマーの聴き比べっていうのをやるのは僕も初めてなんですけども、音が意外に違うなというのと相性があるというのが今気づきましたね。この12OS マスターに関しては、僕はこの iFi のネオストリームを使った時の音の方が好きですね。ボーカルに関してこのリボにストリーマーを切り替えると、音は良くなるんですけど、レンジも広がって、二音も少なくなって。でもこの iFi ネオストリームと 12OS マスターのセットで聴いた時のボーカルの何とも言えない艶やかさとか表現力、官能的なイメージっていうのがリボにすると薄くなってしまいました。なので701スペシャルだったらもうこれは圧倒的にリボが良かったんですけども、 12OS マスターの場合僕は意外にこの iFi が良かったなというふうに感じました。1曲目のね、 My Heart Will Go On も、セリーヌ・ディオさんがどこかちょっと冷たくなっちゃいましたし、2曲目のストレンジャーももうなんとなく上手になってるっていう感じになりましたし、3曲の夏の終わりのハーモニーに関してもやっぱり玉木さんのこの歌い方がですね、どっかあっさりした感じになりましたね。まあもちろんこれ好みはあるとは思うんですけど、僕はこの iFi ネオストリームの大阪の料理的なちょっと甘めのだしの効いた感じが良かったかなっていうふうに思います。では3曲目ハイレゾで聴き比べてみようと思います。
is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. はい、まずね、Hi-Fi、配列を聞いてみましたけれども、そうですね、やはりね、ギターはね、音色がいいなっていう、本当に高級なギターを使っている、そのギターの響きの良さとか、音色の良さがきちっと出たかなというふうに思いますね。2曲目の Love はですね、あまりこうね、今日ね、ちょっと視聴曲が30秒ということで、感想を考えてる間に次の曲に行っちゃって、僕もちょっとコメント考えづらいんですけども、ラブもですね、やはりハイレゾらしく、やっぱり CD よりも普通のね 44.1kHz 16ビットベースのものよりも音が濃いですよね。で、中低域に非常に厚みがあるというのが印象的でした。まあ、スピーカーがね、702S3 なんですけど、意外にこうこのセットで聞くとですね、 B&W 臭さが薄れて、それはそれで、独特なね、味わいが出てくるかなと思います。で、最後の星穴ですね、これに関してはちょっとね、金管楽器が響きすぎてうるさいかなと。で、この DST5.6 のバランスに関しては701スペシャルの方が良かったかなというような印象でした。では次はね、クストリーマをですね、リボに変えて同じ曲を聴いてみようと思います。Thank you.
is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. ボリューミアのねリボを使って聴いてみました。これはねハイレゾになるとあの701スペシャルで聴いた時と同じようにやっぱりこの、 あのリボの方がネオストリームより性能がいいというのがあの明らかですね。あの1曲目のギターではやっぱりギターのね歯切れの良さとあの混濁感が少ないですね。ギターがバンってなった時の混濁感、が Hi-Fi のネオストリームはちょっと濁った音がしたんですけど、これはその、 あの響きのところに混濁感がなくて非常に響きが整理されてて美しいですね。2曲目のラブも同じで、やはりあのピアノとボーカルの分離とか各楽器の分離感、それから、ボーカルの、細やかさ丁寧さというのがやはりあのこのネオストリームで聴くよりリボで聴く方が良くなりました。で3曲目のやっぱりこの星穴の DSD、 これはもう差がやっぱり全然いいですね。こっちの方が全然そう SN も良くて、特に金管楽器があのこれは割とちょっとうるさく聞こえたんですけど、金管楽器が張り出してくるっていうのは一緒なんですけど、その金管楽器のあの響きのところの混濁感が少なくて、やっぱりそこにあのいろんな響きが重なっているのが見えるリボだと音楽として非常に上質に聞こえる。でネオストリームはそこがちょっと混濁しているのでなんとなくちょっとうるさく聞こえちゃうっていうところが残念でした。ボーカルものはこれがすごく良かったんですけど、やっぱりハイレゾ、あの録音が良くなるとこのリボのですね性能の良さが光ってくるという印象でした。ではね最後このリボを使ってですね、あのディスクとネットワークの音を聞き比べてみようと思います。最初まずですねフラッグ 88.2kHz24bit のですね PCM の信号でですねヒラリー・ハーンさんのですねバッハバイオリンコンチェルトを聴いて、その後 SACD と同じ曲を聴いてみようと思います。ではまず
まずね、フラッグ8824ですね、ここに出てますけれども、あ、今消えましたけど、で、聞いてみました。では次ね、これのエッセイ CD のディスク、こちらを聞いていこうと思います。ネットワークでね、リボを使って聞くフラッグ 88.2kHz、24bit PCM と、SACD ね、DSD2.8MHz、聞き比べてみましたけども、これはやっぱり、SACD の方が良かったと思いますね。音数も多いし、レンジも広いし、なおかつこう、音が重なったところの分離も良くて、PCM だと、なんとなくこう、ちょっとくしゃっとこう、ね、ほぐれきれない感じが SACD だと綺麗にほぐれたんで、やっぱりここはディスクの良さっていうのを十分にこの SA12OSE マスターですね、発揮してくれたんじゃないかなっていうふうに思います。次はじゃあ同等の品質で聴き比べてみようと思います。CD の 44.1kHz16bit をリッピングした WAV データと、
リッピング元の CD を聴き比べてみようと思います。楽曲はですね、ライブのエヴァ・キャシディさんのですね、フィールズ・オブ・ゴールドをね、こちらで聴き比べていこうと思います。ではまずワブデータから聴いていきましょう。
まずね、ワーブの 44.1kHz16 ビットでフィールズオブゴールドを聴いてました。まあ聴き比べなのでね、あの途中で切ろうと思ったんですけど、本当にやっぱりこの曲素晴らしくて名曲なので、あの最後まで聴いてしまいましたね。この曲はもうあのウェブとかで調べればすぐ分かりますけど、彼女がですね乳がんを患って、余命宣告が出された中でのライブでこの曲を歌った。もともとこのあのフィールズオブゴールドってのはスティングの曲なんですけれども、まあ、この時の彼女の心情に非常にマッチしたんでしょうね。私が死んでしまっても、そのフィールズオブゴールド、タワーに見守った麦畑で、子供たちが遊んでるっていう、あの未来のね、自分がいない、そこには自分がいないけども幸せに子供たちはあのすくすく育ってるというような思いを込めて歌ったと思うんですけど、まあ、その思いがですね切々と伝わってきたというふうに思います。では最後ね、あのこのディスクでこのフィールズ・オブ・ゴールド、こちらを聴いていこうと思います。See the children run as the sun goes.
最後ね、CD でエヴァ・キャシディさんのフィールズ・オブ・ゴールドを聴いてみました。まあ今までのね、あの聴き比べだとやっぱりネットと CD、ディスクだったら圧倒的にこう CD の方が艶っぽくて感動的な音が出たんですけど、今このあのリボを使ったネットワーク USB の音とディスクを聴き比べるとですね、これはちょっとね、本当に甲をつけがたくて、というのはあのリボをストリーマーにして USB で聴いた時のこのフィールズ・オブ・ゴールドが結構こうグッときたんで、でディスクだったらもっとグッとくるかなと思ったら、まあ、あの2回目に聴いてるということもあったんでしょうけども、意外にね、あれあのネットワークの方が良かったんじゃないかなという気がするぐらい、あのネットワークとあのディスクの差が小さかったです。これはね、過去こういうことはあまりなかったので、やはりあのネットワーク系の音もそれだけ進歩してきたのかなっていうふうに思います。まあ、僕はこうフラットに見てね、あの例えばこのセッティングをして音を出す、例えばティアック の, あの本社に行って音を出しましたけど、あれあの最初全然ダメだったんですよ。でやっぱりね、レーザーセッターとか持って行って、スピーカーの位置とか、あとは後ろ の, あのこのティアックって書いてあった上りの位置とかを調整する、わずか15分で音はもうめちゃくちゃ良くなります。だからこれはまああのね、収録に立ち会ってもらったティアックの人もおっしゃってましたけど、あんなシステムであんな音が出るなんて俺たち聞いたことないよっていう。で実際にこれはストリーマー、これは DA コンバート、これはパワーアンプ、これはスピーカーですけど、それぞれ違う要素で音が良くなる部分があって、なおかつこういうあのケーブルなんかでも音が良くなるんで、なんかどれか一個だけを取って夢みたいにあの音が良くなる、例えばビットパーフェクトだから CD とでは聞こえない音が出るなんていうのは、今度全部真っ赤なあの当てつけ の, あのこじつけなんでね、そういうことにあの振り回されずに、それぞれやっぱりもう40年間かかってね、あの進歩してきたオーディオっていうのはいろんなところで音が良くなる要素があるので、例えばまあ下に置くもの、下のボードだけでもすごく良くなりますから、あのビットパーフェクトうんぬんっていうよりも、たったちょっとそういった工夫をするだけで音が良くなるので、高いもの、新しい技術に我々惹かれがちですけど、決してそうじゃなくて、いろんなところでオーディオの楽しみっていうのは広がっているので、そこはね、みんなでね共有しながら楽しんでいけたらなっていうふうに思います。最近ですね、あのとある演奏家の人が来られてて、ここのメインシステムを聞いて、やっぱすごいなって感動されて、でこれだったら本当にその演奏家の意図、ミキサーの意図、それが全部わかるよねって、やっぱりすごいねって言ってもらったんですよね。でまああの K さんっていうね、あの歌手がいらっしゃって、まあ、K さんがここで自分の番組を収録された時もそういう話が出たんですけど、スタジオでねミュージシャンっていうのはやっぱり自分の思いを全てこの機材に収録して、でミキサーっていうのはその思いを余すことなくこの2トラックの中に収めるように一生懸命本当にこう魂を込めてやるわけですよ。で僕たちは、僕はですよ、僕たちってだと信じたいんですけど、やっぱりそれを再生した時にその あの魂の震えみたいなのが伝わって、その瞬間が一番嬉しいんですよね。だからその瞬間と出会うために、オーディオ機器を買い替えたりセットアップして音を良くしていくんですよね。で今のあのフィールズオブゴールドなんていうのはディスクであれ、このあのリボを使ったネットワークであれ、やっぱりそのエヴァ・キャシディさんが残したかった気持ちっていうのに僕は触れることができて、最後のフレーズですよね、もうあの何年か経って麦畑があって、そこを子供たちが遊んでいて日が暮れていって私はそこに寝そべっているっていう、そのシーン訴えたかった彼女のシーン、もう自分はそこにいないかもしれないけれども子供たちは健やかに育って、元気に遊んでる、楽しそうに幸せに過ごしてるっていう、その思いがですね、やっぱりこれはあのリボを使おうがディスクを使おうが伝わってきたので、まあ、それがあの伝わってきたっていうのが、まあ、エアボーであろうが B&W であろうがあのケーブルは何であろうがそれが伝わってきたっていう一瞬がね、何よりも大切な時間だったなというふうに思いました。はい、最後はあの HD ダックはですね、約これ の, あの3分の1ぐらいの DA コンバーターに変えて、アンプはこのままで、またあの先ほどの
まあ、インスト、ボーカル、そしてハイレゾを聴き比べていこうと思うんですけど、ハイレゾの DSD の 5.6 はですね、この、 HD DAC1 はですね、USB では入りますけど、今回ね、SPDIF と USB の比較をね、最後やろうと思うんです。というのは、USB 入力がない、DAC もたくさん世の中にはあって、まあ、今を去る20年以上前に作った、同じ DAC1 というエアボーの DA コンバータもあるんですけど、これはもう、ハイレゾも入らないような SPDIF 入力しかないです。でも、当時のね、ワディアとか、めっちゃ高い100万、200万もしたようなデジタル機器って、意外に安い値段で、叩き売られてるんですよ。でもね、デジタルの部分は古くなっても、SPDIF なんて当時と今とね、変わってませんから、企画自体。だからね、古い DA コンバーターにこのストリーマーをつなぐことによって、古い DA コンバーターをネットワークにつないだときに、きちっとそれが最新のネットワークの音で鳴るかどうかっていう検証をね、SPDIF と USB 入力を切り替えて確認していこうと思います。なかなかね、くどくお話をしておりますけど、またもう少し最後はこのね、聴き比べ続きますので、よろしければ、お付き合いくださるようお願いいたします。